開けろ、ノブ。 石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。 あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこにいざなってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね。 酒井様、あいつの顔を忘れかけて。よし、いい子だ。
Thank you.
ユナと約束があったな。一度話してみるか。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。さといいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、
戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。菰田の戦場を漁ってる連中がいるらしい。恥を知らないのか。
댄 내게 못 있어. 제요하사. 육지부 쉬어야지. 빈버디아서. 댄 내게 못 있어. 너는 못할 사다꾼! 얼친! 야무르 좋은 말 하다. 어이! 우도 극자 하르다! 얼친! 얼친 말아요! 유말가! 야무르 내게 말하고! 댄 하르 꼬지만! 어이! 우도 극자 하르다! 어찌 빨리! 자, 새끼!
Атчихга. Зог чөвлөө.
弓取りがおれば心強い石川先生のような。
太刀を鍛えて差し上げましょうか。刃を太陽のごとく輝かせましょう。鋭さと切れ味が増しました。また頼むぞ。その太刀が錆を知りませんよ。ユナの弟が気がかりだ。